こんばんは、大洲市議会議員の中野博史です。今日は6月23日です。私今日は地元田野口湖の田野口文化に来ております。この後午後7時より大洲北中学校の地域懇談会が始まります。私も地元の議員として参加いたします。では中に入ります。今日のレジュメはこのようなレジュメです。はい、大洲北中学校地域懇談会今終わりまして、事務所に戻ってきております。学校からのお話を聞いておりますと、こちら資料等で配られておりましたが、スマートフォン SNS の使用にかかる問題が特に多い、このような話も出ております。また意見の方も求められておりますので、市議会でも議論されております。いじめの掘り起こしについて、また通学路の安全対策について私からお話もさせていただいております。3年ぶりの開催となりました今回の田野口地区におけます北中学校地域懇談会です。今後も大洲北中学校に関しまして些細なことでも結構ですので、どうぞ地域の皆さんからご意見をお寄せください。お待ちをしております。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。